皆さんこんにちは。菊池の歴史刀剣と藤原武史事務所の秘書佐伯でございます。本日もですね、武史さんご本人に来ていただければよかったんですけれども、ちょっと先日たたらが浜で負けまして、現在頑張って帰ってきているところです。間に合いませんでしたので、今日も佐伯がご案内してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、今回は菊池の刀剣歴史にクローズアップして、1日で回るもよし、2日かけてじっくり回るもよし、刀剣満喫コースをご紹介します。熊本の日本刀文化は菊池から始まったと言っても過言ではないということを皆さんはご存知ですか？菊池市西寺にある円珠屋敷跡、ここは鎌倉時代中期蒙古襲来の危機を救った刀剣円珠が生まれた場所なんです。日本の戦術に大きな影響を与えたと言われる菊池千本槍も、菊池武重公が菊池円珠鍛冶に千本の槍を作らせたというのが始まりです。続いて道田抜き、この方の名も菊池が故郷です。菊池氏の冷え方は道田抜き政国出生の地と言われており、今でもあざ名として残っている地域です。この冷え方には道田抜きのたたら製鉄跡があります。製鉄所があったと思われるあたりには猿水と呼ばれる湧き水があるなど、ノスタルジックな雰囲気を感じる場所になっています。菊池市ワイフから車で5分ほどのところにある菊池市今には道田抜政国の屋敷跡があり、政国お手植えの梅があります。道田抜が有名になった背景には、熊本城主加藤清正に深く愛されたということも忘れるわけにはいきません。道田抜清国政国兄弟は清正公から1文字ずつもらって清国政国としたという逸話も有名ですね。さて、そのお兄ちゃん清国が菊池に住んでいたかどうかは長年の謎でした。しかし木下銃と銘の入った清国の刀が発見され、清国が菊池に住んでいたことを証明することになったのです。このように菊池市には実は刀剣ファンにとっての聖地がいくつも存在しています。しかしその存在はまだ菊池市民の方にも知られていません。今回は刀剣初心者の方にも分かりやすく聖地を巡りながら、そして歴史の面白さを一緒に楽しむコースをご案内したいと思います。菊池の歴史刀剣刀に清き一票。ただですね、これで終わりではないんですね。このコースはあくまで私たちが皆さんに考えたコースなんですけれども、ぜひここに皆様のご提案をいただけたらというふうに思っています。こんなことがしてみたい、やっぱり刀剣は実際に見てみないととかですね、こんな人のお話を聞いてみたいとか、そういったリクエストをもりもり盛り込んだコースをぜひ作りたいと思っています。ですので菊池の歴史刀剣刀に清き一票を入れていただいて、みんなで作る歴史コースをぜひよろしくお願いいたします。投票お待ちしております。